こんにちは、パーティーキッチンです。はい、お祝いの多いシーズンということで、はい、今日は簡単パーティーレシピ4000をご紹介します。イエーイ。はい、これまで約400本の動画を公開したんですけれども、この中から各メンバーが厳選した1本を選びました。いやー、大変でしたね、選ぶの。いや、悩みました。迷うね、やっぱね、毎回。迷いました。メンバーが何を選んだのか、それでは早速ご覧ください。はい、私が選んだのは簡単なバインミーです。なんといってもコンビニ食材を使って作れるっていうのがめちゃくちゃポイントです。お野菜の味付けもお野菜を売ってる袋の中でやっちゃうので、洗い物も少なくて済むっていうのはめちゃくちゃ魅力的ですよね。ボリュームも本当に満点で、お野菜もお肉もたっぷり食べてお腹がいっぱいになること間違いなしだし、おしゃれなレシピということで今回パーティーに選んでみました。動画の見どころはこれでもかと詰め込まれる具材たちと大迫力のボリュームです。このボリュームがあるからこそみんなで分けて食べるのにめちゃくちゃ適してると思います。それではどうぞご覧ください。はい、私が選んだのはレンジで簡単シュークリームです。こちらのシュークリーム、絞り袋もふるいもコンロも使わないんです。調理時間もたったの40分。私はパーティーキッチンでスイーツを担当しているので、シュークリームはこれまで何度も作ったことがあるんですけども、私のレシピの道具も調理時間も半分以下です。めちゃくちゃ簡単です。動画の見どころはカスタードの仕上がりのシーンです。正直この動画見ながら本当にできるのかなって思ったんですけど、あのシーンめちゃくちゃ美味しそうだなと思いました。それではどうぞご覧ください。私が選んだのはワンパン熱々焼きタコライスです。ワンパンでできて焼きなので香ばしくてとても美味しいです。それに加えてタコライスソースをミートソースをアレンジして作っているところが、なんとも簡単ですごく作りやすいと思います。動画の見どころはご飯の上にソースやレタス、どんどん具材が重なっていくところはもう早く食べたいと思わせるシーンになっています。そしてなんといっても最後の卵を崩すシーンはすごく食欲をそそられます。ピリ辛のソースとチップスの食感が絶対美味しいです。間違いなく美味しいと思います。それではどうぞご覧ください。
私が選んだのは簡単唐揚げです。タレにつける時間0分、電子レンジでできちゃうのでパパッと作れるし、大量の油を使わなくていいから超楽ちんです。動画の見どころは唐揚げを盛り付けるシーンです。テリテリの唐揚げが食欲をそそってめちゃくちゃ美味しそうです。今から唐揚げが食べたい。それではどうぞご覧ください。いやー、やっぱりざわわざんまいでしたね。嬉しい。ざわわのレシピしかなかったよね。さすがですね。ありがとうございます。さすがでございます。まあでもデザートもあるし、主食もあるし、おかずもあるしって感じで良かったんじゃない。バランスも良かったですね。良かったね。お野菜たっぷりだったりするから、サラダの前菜の代わりに出してもいいんじゃないかなっていうのだったりとかもするし、良かったなと思いました、はい、はい。レシピの詳細に関しては本編をご覧ください、はい、はい。レシピ集のリクエストもお待ちしてます。はい、こんな感じで美味しい、楽しい、おもてなしをテーマにいろんな動画を配信しております。この動画が良かったなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。